ご視聴ありがとうございます。ひらくやの花澤です。私は今新井薬島駅南口に来ており、理学屋への道が分かりにくいということがありますので、今日は道のご案内をいたします。今こちらは北口ですね。新井薬島駅北口です。バスで来た方はこちらの方に、バスで来られた方とか北口から降りた方、こちらから南口に行く方にご案内いたします。駅を出ましたら、北口を左手にして線路を渡ります。そしてこちらの商店街の方に入ってください。京都アルがあります。はい、新井薬島駅南口に出ました。ここを直進します。左にして直進します。スロットモナミ、ラーメン屋さんのところを通りまして、郵便局があります。で、福神ラーメン、ファミリーマートがあります。喫茶店のポエムがあります。ここを直進しますと、今これ線路沿いを歩いている形ですね。中井方面に向かって線路沿いを歩きます。そうするとサンクスが見えます。サンクスが見えてきます。で、車道と合流します。で、ここにコインパーキングがありますね。車で来られた方は駐車場をうちはないので、コインパーキングに停めていただく形になります。こっちとかに入ってしまうと道が分かりづらくなってしまいますので、直進してください。お寿司屋さんがあります。竹屋味噌の株式会社あります。はい、こちらにもコインパーキングがあります。そして右手に不動産屋さん、左手に土金ちゃんと食パンマンとカレーパンマンがいます。トモスエンターテイメント、アンパンマンの制作アニメーションをしている株式会社トモスエンターテイメントがあります。そしてベル動物病院があります。そして新井薬師クリニックが見えます。ここを右折です。で、右に入りますと、今閉まってますけども焼肉屋さんの朝鮮庵があります。で、民家沿いですね。何してるの、ここにもコインパーキングがあります。で、五サロがありますね。 1,2,3,4,5 ということで五サロがあります。ここを直進します。で、 T 字路がありますがここは入りません。直進です。で、聖書の友教会の電柱広告があって、中野区上高で4丁目40の表示があります。ここを左に入ってください。これでオレンジ色の上りが
見えます。リラクヤです。はい、ここがうちになりますね。着いた。着きましたね。ここで案内終了になります。ご来店お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録をお願いいたします。If you like, please subscribe.